挑戦したよなみたいな、なんかずっとワンワンワンで撮ってたのに突然ワンエッみたいな、なんかそういうなんか挑戦じゃないけどチャレンジじゃないけどなんかちょっと遊び心みたいなのもすごい好きだから、どっちみたいな、なんか全然悪い意味じゃなくてもどっちでもいいみたいなのがすごく多くてねなんか正直なんかこう金さんに決まったって言われて決まりましたって言ったらずっと悩んだり悩んだり、あとなんかちょいちょい決めてたのにやっぱ手挙げる前に変えたりとか、まあね難しかったです。でもなんかすごいすごい良かったですね今日のイベントね、僕じゃないよね、お考えでもありがとうございます。金さんもいやなんかすごい楽しかった、いい踊りいっぱい見れたし、なんかいい、いい人いっぱい見れたなって楽しいダンスありがとうございます、神さんでした。さあ、続いて、志保さんからの総評お願いします。予選の話終了で、本戦に関して
して、温泉に関してなんですけど、この、なんだろうな、本当に、もうどっちも同じぐらいいいみたいな風になったときに、なんか見てたのが、いいポイント、よかったポイントがあるじゃん、自分の中で、みんな見ててあると思う、この人のこういうとこすごいよかったかみたいな。で、それがなんかその、第2の、あのジャッジするポイントとして、絶対質感、音の質感に対してその人の持ってる、踊りの質感がフィットしてるっていうので、それがなんかそのこっちの方が良かったみたいな。あやのがあのなんだっけ、いつだっけちょっと忘れたんだけどあやのがふんみたいな顔でふんみたいなこと言ってたやだ やだ
に男子、募集中です優勝おめでとうございます。一番ね、印象的だったのが後ろ背中、あの背中向けた時の背中の筋肉力あるなと思ってものすごく印象的でした。で、中2中2かさっき、いくつって聞いたら中2です。映える。まあ、子供の場合はまだまだこれから成長していくので、体になるとなかなか動きづらかったりとかします。で、今までのそのね、何も考えないで動いてたのが動かなくなったりとかすることがあります。やっぱり大人の体にも、で、大人の体にもあれだけ動くとかもうそれはもうバッチリでしょう。5年前、それぐらい前のワックのバトルと比べて違うのは、皆さんステップいっぱいなと思ってますね。そのうち、5年前とか3年前、5年前くらいはステップが全然ない人がかなりなんか目立ったりとかしてましたけども、皆さんいい感じのステップ、持ってました。サルサ系のステップをちょっと入れたりとか、ソウル系のステップが入ったりとか、なかなか面白かったです。全体的になんかレベルが上がってるような感じがします。あとはもうインスピレーションですね。その場のもう、その場のとっさのインスピレーションで失敗してもいいんですよ。ガーンとやる、思い切り情熱ぶつける、エナジーです。アメリカでは言います、必ず踊ってる時、こういう場所で踊る時、エナジーがあるかないかってはっきり言います。お前のダンスはエナジーがない、お前はすごかった、失敗したけど、あそこでこけたけどエナジーがあった、だからいい。それぐらいの気持ちで、トライをどんどん皆さんやってみてください。今度やる時はよし、どっかで一瞬でいいからバーンと炸裂するぐらいのエナジーをどっかで入れてあげようというのも狙うと、またまた面白いところも見つかるかもしれませんね。それと女子の場合はセクシームーブ、セクシーなムーブっていうのは女の子だから絶対やった方がいいと思います。で、その中で腰のスイング感とか、腰をどういうふうに回していくのか、ロールをするのか、振るのか、腰でバンバンと、何リズムアタックをつけるのか、こんなことも研究しながらやるともっともっと幅広くなると思います。とかく腕の振りだけを一生懸命やることがあるかもしれませんけども、腕を振らずにステップだけでワックやってこないんです、腕じゃなくて後のパーツ、首、肩、胸、腰、膝、足だけでワック練習 してごらんよ。もっとなんかこう見つかるものがあると思います。そんなことをこう、考えながら、楽しみながらやってみてください。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、石井さん。それでは本日 WBA 予選優勝は綾乃、そして優勝は桜子、この2名がこの日の代表として9月29日北海道で行われる、ファイナルに進出ということで、さあ最後、